はい。では今回はネイオンビューティーオーパスフェイスのレビューを簡単にしていきたいと思います。まずこちら。シリコンの突起がある面でクレンジングモードで使用します。上の方はこのようにちょっと大きめのシリコンでちょっと硬めのシリコンになっています。ただここよく見てもらうと細かいシリコンもあるので、ここで小鼻の汚れもかき出せるようになっています。 こちらですね、真ん中ら辺から下の部分は、広い頬などをクレンジングするためにできています。比べてみると、ちょっと突起の方が小さくなっていて、さらに上部のよりも柔らかめのシリコンになっています。でこちらですね、裏側、こちらがアンチエイジングモードで使用します。ここのところにちょっと凹凸があるので、ここで皮膚を持ち上げながら使う感じですね。 スイッチ入れたいと思います。長押しでスイッチを入れて、聞こえますかねこの、ウィーンという連続的なところで、時はクレンジングモードで使用しますで。これ1分半経つと1回ピピッという音とともに一瞬止まりまして、それが半顔終わったという合図になります。1分半、1分半で合計3分で全部の顔が綺麗にできるという感じですね。 でもう一回ここのボタンを押すと、今度これアンチエイジングモードに切り替わります。音がこう断続的にトゥ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 ト変化しますねで。こちらもクレンジングモードと同じで、1分半で一回ピピッとなってストップし、また1分半。で、3分間で完了する形ですね。で、あとここ。 強弱のボタンがありまして一応三段階で強弱調整ができるようになってますで重さもすごい軽いので手にすごいフィットして使いやすくなってますで見た目も可愛くてこの充電器も小型なので場所も取らずすごくいい感じですぜひ試してみてください